皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は北海道で有名なお取り寄せスイーツ3点をご紹介したいと思います。まず1個目がこちらです。深夜果樹ロール4種類の北海道ベリー1201円と、こちらベイクドアルル北海道フラノメロンカタラーナ1707円、それともう1個がこれは結構有名ですよね、フラの雪解けチーズケーキ292円です。では早速3つ食べ比べてみたいと思います。じゃあ最初はこのフラの雪解けチーズケーキ、大きいのもあるけどね、ちっちゃいのもあるみたいよ。お一人様にはいいですね。お一人様にはいいよね。中がねどうなってるだろう。中が、あ、かわいいケーキ、あ、パイみたいになってる横が、ほら。そうですね、チーズケーキ4層構造、ね、4層構造、はい、中がこんな感じ、4層、はい、ベイクドチーズケーキと生クリームと、あ、下なんかジャムみたいなのが入っとる、特製山ぶどうジャム、ね、甘ぶどうジャム、山ですね、山ぶどうジャム、はい、でもこれちっちゃく少しずつ切って食べたらいろいろ食べれるから楽しいよね。みんなでね食べ比べして、はい、こんな感じに中がなっています。はい、次がこちら果樹ロール4種類の北海道ベリー、はい、4種類っていうのがブルーベリー、イチゴ、シーベリー、ハスカップクリームの4種類だそうです。ハスカップ、北海道ならではやね。こちらじゃ効かないですね。あんまりね、ハスカップは冷凍だからいつでも好きな時に食べられる。いや、中は可愛らしいケーキが、中のスポンジはチョコレートなんですね。中のスポンジはチョコレート、ね、こんな感じでロールケーキになってる。さ、じゃあ中をちょっと切ってみます。切れるというか簡単に切れます。冷凍で販売されているので、食べるときは冷蔵庫で4、6時間冷蔵庫で解凍するといいですね。解凍して食べる、はい。でロールケーキになっています。1時間ぐらいしかまだ出してないけど、結構ねしっかり切れてそのまま食べやすいかもしれない。次がこちらです。北海道フラノメロンカタラーナ、これなんかめちゃくちゃ美味しいらしい。北海道ならではですね。そう、なんかプリン、プリンじゃないよね。カタラーナは一応なんかイタリア、スペインの発祥のお菓子で、プリンのようなアイスのようなスイーツだそうです。こんな感じ、めっちゃ美味しそうよ、うん、でこれをどうかな、あ、綺麗に取れる。こんな感じ、プリンみたいな、プリンですね。プリンよね、うん、じゃあこれをちょっと開けていきますが、あ、プリンみたいな感じ。このねメロンがちょっとやっぱりしっかり溶けた方がいい感じはするな。まだちょっと固めですね。硬いけど下の方はね柔らかくって、ちょっとあの凍ってるぐらいで食べた方が美味しいかも。これはシャーベット感覚で、綺麗に切れてお皿に持っても可愛い感じになります。これもっとおしゃれなお皿に1個ずつ入れて、あのティータイムしたらもっとおしゃれになるかも。まずこれから食べてみます。雪解けチーズケーキ、これもね大きいのだとなかなかね一人ではワンホール食べれないけど、あ、チーズケーキちょっとしょっぱみもある感じで、ね、レモンじゃないかな、何が入っとるんやろ。なんか酸味がある、酸味がある、少し酸味がある。ブルーベリー入りの、ブルーベリー、はい、ブルーベリー入りの特製山ぶどうジャムが入ってるからですかね。山ぶどうね、珍しいよね。でもチーズケーキのそのチーズの味もしっかりしますね。チーズの味もしっかりする、濃厚な味。これよくあの飛行場でも見るよね、お土産に、新幹線のとことか人気なんですね。人気やろうね、これね、美味しい。一口サイズもあるので濃厚です。次はこちらの果樹ロール、ロールケーキめちゃくちゃ可愛い。切ったらこんな感じになって、中がロールケーキになっていて、これもちょっと半解凍、半解凍っていうかそんなに解凍してないよ。全然解凍されてますよ。あ、美味しい。いや、1時間ぐらいしか解凍してないよ、これ。外で解凍したからよかったかもしれない。あ、かもしれない。
あ、これも美味しい。甘いけど。なんか黄色い丸いのめっちゃ酸っぱいんですけど。シーベリーかな。黄色い丸いの？うん、上にそんな入ってないよ。上になんか。あ、入ってるとこと入ってないとこと。上に乗ってる黄色い丸いやつ。この初めて。黒いのもあるよ。あ、ブルーベリー。ブルーベリー。なんそれ、黄色い丸いの。酸っぱい。酸っぱい。シーベリーっていう。あ、この、なんか今丸いの食べたのは酸っぱい。ブルーベリーの酸っぱさかな。そう、シーベリー。うん。黄色いのは酸っぱい。お、酸味が。うん、いちごの、凍ってるから、大体いちごの凍ってるのはあんまり美味しくないって言うけどね。そうですね。ちょっと酸味がね、出ちゃう。まあ、でもこのいちごは美味しい。めっちゃ酸っぱい。この酸っぱいのとこの甘いのがちょうどいいみたい。下の甘いクリームと一緒に食べるとちょうどいいですね。ちょうどいい。酸っぱい方がいいのかもよ。うん、甘ったるくない。あんまり甘ったるくなくてね。で、3つ目に出したのがこれ。これがなんかね、めっちゃ美味しくって、あのすごい人気のスイーツ、うん、メロンがまず美味しい。北海道産無添加生クリームと鶏卵を使った濃厚なカタラーナの上に、うん、北海道フラノ産のジューシーなメロンが乗ってるそうです。美味しい。メロンも美味しいし、うん、これなんか、うん、プリンのような、うん、柔らかいプリンって感じ。なんかお上品な味。これはこれはなんかそんなにしつこくない甘さで、ね、これだったら優しい、一つ全部食べれるかもしれない。食べれる、美味しい。これ食べれる、これ美味しいよね。うん、これ私昔ね、東京のホテルでこれ食べたことある。カタラーナ。そう、これ、おしゃれ。生のやつをめっちゃ美味しかった。わざわざなんか北海道のメロンがあるからって言って、主婦の方がねわざわざ作ってくれて、その時に知ったのこのカタラーナっていうのが、ずいぶん前。おしゃれな、おしゃれな、めっちゃ美味しい。これこれは美味しいですね。一番美味しいかも今日の中。あ、一番美味しい、一番美味しい。これが一番勝ちかな。で、こんなにいっぱい入ってて1,707円税込みかな。なのでこれはいけるかな。こっちも美味しかったけどね。美味しいですね。でも北海道のスイーツって全部美味しいもんね。どれも材料がいいからですね。材料がいいからね。これもね、ホールで結構売られてて人気よね。テレビで紹介されてるっていう。テレビで紹介されてる、うん、新幹線の駅構内でも見たことある。これ北海道のなのになんで東京に売ってるのとかって思ったこともあるけど、でも九州のものもいろんなところで売られてね、今どこででもいろんなものが買えるようになってるから、ちょっと楽しんでみるのもいいし、お取り寄せで取っていろんなところにね行った気分になるのもいいんじゃないかなと思います。今日は北海道の人気のスイーツ3点を食べ比べてみました。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。